どうも皆さん、ボンジョールのトスカーナです。フィレンツェサンタマリアノベラ駅構内です。以前よりは人が増えてきました。現在は歩く方向が決められています。騎馬警察がいます。ノベラ教会の壁面に沿って歩きます。サンタマリアノベラ教会から広場の様子です。同じ時間帯ですが、 2,3 週間前と比べると人が増えましたね。メリーゴーランドが目印のレプブリカ広場、共和国広場からドゥオモ大聖堂に向かいます。9月の中旬から学校が始まったので学生さんがいます。そのまままっすぐ進むと、まずは洗礼堂が見えてきます。カトリックの洗礼を受ける場所になります。その奥に大聖堂と鐘楼が見えてきました。ソーシャルディスタンスでテーブルとテーブルの距離が広くなっています。ここフィレンツェと私の住むピサの大聖堂では、イエス様ではなくマリア様を祀っています。フィレンツェはイルドーモディサンタマリアデルフィオーレ、花の聖母マリア様の大聖堂。一方ピサはイルドーモディサンタマリアアッスンタ、天に昇られた飛翔天の聖母マリア様の大聖堂という名前がついています。